糸崎君雄です。及川幸久さんと幸福の科学についてという話をしようと思いますけども、及川幸久さんというのは政治系 YouTuber では、ダントツで人気があって、で非常に信頼されている方ですね。で私もここのところは本当に毎回拝見してるんですけども、トランプを擁護する立場ですね、トランプ大統領を応援する立場 で、今回のアメリカ大統領選挙はさまざまな不正があるということが、いろんな YouTuber の方、指摘してますけども、その中で及川幸久さん非常にね、お話が分かりやすいということと、やっぱり及川さんの人柄ですよね。非常に正義感があって倫理的で、正しいことをおっしゃってるなというふうにして思うわけですよね。でそういうことで、一番人気があるわけですよね。で同時に及川幸久さんというのはご自身も全然隠してらっしゃらないですけども、幸福の科学の信者なんですよね。で、幸福の科学の中でも結構幹部クラスの、地位にいる人 で僕は実はその及川幸久さんが政治系 YouTube やる以前にその幸福の科学の信者ということで知ってたんですよね。で最初及川さんがこの及川さんなのかってね、この政治系 YouTuber の及川さんと幸福の科学の及川さんっていうのが結びつかなかったんですけどねなるほどそうなのかってね、途中で気づいたというかね、ちょっとびっくりしたんですけども、そもそも僕が及川幸久さんを知ったのは例のその幸福の科学の、大川隆法総裁の、長男のひろしさんですね。ひろしさんが父親に離反して、でひろしさんも YouTuber として幸福の科学の批判を随分してるんですね。で それが私は面白くて、よく見てたんですよ。でその中で及川さんも出てきたわけですよね。でひろしさんの方は、及川さんいい人だからってね、なんとかこう説得を試みるんだけど、結局全然頭が固くてダメだと、及川さんはね、とにかく大川隆法のその霊言をはじめね、そういうインチキを全部頭から信じきっちゃってるので、広志のことは一貫して批判する立場に立ってるわけですね、及川幸久さんはね。だから僕としてはそういう及川幸久さん のイメージがあったので、それがね一転して政治系 YouTuber になると、非常にその客観的なちゃんとしたこう判断力を備えてね、そして常識的な倫理観正義観を備えられた非常に落ち着いた大人の方で、理知的な人ですね。だからねそのギャップが激しいんですよね。でだから僕はもちろんその及川幸久さんが幸福の科学の信者で、しかも大川隆法総裁の霊言を含めて、ああいう、確かにともう本当にインチキに過ぎないものを頭から信じ込んでいると、ね、そして長男の広志が離反して批判の側に回っても一貫して大川隆法擁護に回っていると、ね、その意味ではその状況の判断力もないし善悪の判断力もないというふうに思えるんですけども、僕自身はあれとこれは別問題というふうにして捉えるんですね。だから政治系 YouTuber としての及川幸久さんは僕は 100% 信じることができるというふうに思うわけですよね。だからその一方でその政治系 YouTuber の若手でもっとメジャーなカズヤチャンネルって言いますけども、私はカズヤチャンネルは若いってこともありますけども、あとメジャーでやってるってこともありますけどね、人は私はねペラペラのもうすっぺらのペラペラだと思いますよ。だからそのカズヤチャンネルが及川さんは所詮は幸福の科学
の信者だから信用できないみたいなことを言うわけですよね。で、私はそうは言わない。ね、一方で及川さんは幸福の科学のゴリゴリの信者でもしょうもないなと思うんですけども、一方では政治系 YouTuber としてはもう絶大に信頼しているとね、そういうこう二面性を二面性のまま捉えるっていうことはね、私は人を認識する上でも、その世界を認識する上でも必要なんじゃないのかなと思うんですね。で、改めてね、及川幸久さんの経歴を調べてみたんですけども、及川幸久公式サイトっていうね、及川さんの公式サイトが検索すると出てきて、そこにプロフィールって載ってるんですけども、1960年昭和35年生まれということなんですね。で、日本の宗教家、国際政治コメンテーター、作家、YouTuber、という肩書きですね。で、来歴を見るとね、つまり、上智大学文学部新聞部在学中にプロテスタント単位協会で洗礼を受ける。だからね、及川さんね、大学生の頃クリスチャンで、しかもプロテスタントだったんですね。これはね、なかなか面白いなと。まあ、もともとだから宗教に興味があった方なわけですよね。で、まあ、実際に洗礼も受けたとね。私は洗礼全然受けて、洗礼を受けてないですからね、クリスチャンじゃないですからね。で、そのね、ロンドン在住中に幸福の科学に入信したっていうんですよ。ね。で、1999年にロンドン在住中に幸福の科学に入会。信仰はキリスト教のままで、ロンドンの教会に通いながら幸福の科学の学習会をロンドンの自宅で開催していた。ということなんですね。だから、プロテスタントでクリスチャンだったんだけども、その立場のまま幸福の科学に入信して、で自宅でね、幸福の科学の学習会をしていたと。で、当時は欧州金融不況でリストラの嵐が吹き荒れ、不安の日々を過ごす中、幸福の科学大川隆法総裁の著作に遭い、1994年インベスコを退社し幸福の科学に出家っていうことですね。だから、まあ、会社辞めて、で、多分そこでクリスチャンも辞めてるんじゃないかなと思うんですけども、幸福の科学に出家したということなんですよ。で、その後ですね、国際本部長、北米本部長、専務理事を歴任、幸福の科学の国際伝道師として世界十数カ国でセミナー講師を行う、ということなんですよ。だから、まあ、そういう経歴の及川幸久さんですね。だから海外勤務もあるし、でウォール街にも勤めてるし、ロンドンにも勤めてるし、国際情勢にも通じてるわけですね。だから、そういう今のアメリカが置かれている状況ですね、単なる大統領選挙ではなくて、もっと大きな争いが、ね、世界規模の争いが行われているんだと。で、これは日本も決して無関係ではありませんよという及川幸久さんの話は、まあ非常に面白いし、ためになるし、分かりやすいですよね。で、まあ、一方でだから、プロテスタントからなぜか幸福の科学にね、入信してしまうというね、しかも大川隆法総裁の著作を読んで感銘を受けたと、ね、そこで私自身はちょっと呆れてしまうところなんですけどね。最近はカルバンの、キリスト教公用読んでますけど、カルバンっていうのはだからまさにプロテスタントですよね。プロテスタントの最初の人ですよ。ルターと並び称される、その最初にそのキリスト教のカソリックが腐敗してきたので、それに抵抗する、プロテストする、そういう立場の人の書物を私は読み始めたんですけども、ぶっちゃけね、プロテスタントってね、難しいんですよ。宗教ってね、実は難しいんですよ。だから、僕なりの解釈で言うと、その前に読んだフロイトと合わせて読むと、結局宗教っていうのはその大人になる、ね、大人になる行為なんですよ。ですから難しいわけですね。
だから難しいというのはいろんな意味がありますけど、単に難解だとかね、東大出てないと理解できないとか、ね、そうじゃないですね。そうじゃないです。一般的にその子供から大人になるっていうのはいろいろな困難を克服しなきゃいけないし、それはその頭の良し悪しだけで測れるようなものではないわけですね。もっと総合的な難しいものですね、大人になる、子供から大人になるとね、ところがその反対に呪術というのは、子供のものなんですね。つまりあの魔法使いの世界ですからね、呪術っていうのは。で、単純に神頼みの世界ですよ。本当の宗教というのは神頼みはしないわけですね。問題は自分で解決する、ね、それが宗教なんですよ。問題を神頼みするのは、呪術ですね。でね、僕が見たところね、幸福の科学はもう典型的に呪術なんですよ、ね。だから大川隆法総裁の霊言というのもあれもその呪術の手口の典型なんですね。で、私なんてその大川隆法総裁の著作ちょっとだけ読んだことありますけども、まあバカバカしくて話にならないですね。大体その大川隆法総裁が東大卒っていうそういう経歴をまあひけらかしてるのもバカバカしいし、あと、まあ、あの長男の広志がいろいろと幸福の科学のことを批判して、特に大川隆法総裁の批判をしているわけですよね。なんかこの、集会開いて説法を開くときにこのなんかすごい金かけた豪華な衣装を毎回毎回新調するらしくて、その金は、全部信者から巻き上げた金だっつってね。あと時計もすごい時計を高い時計をいっぱい持ってて、大川隆法は本当にそのね、たくさん寄付をさせて、で自分一人で贅沢してるみたいな話をしているわけですよ。そしてその、及川幸久さんはじめ、幹部の人たちですね、幸福の科学の幹部の人たちはかなりの高給取りらしいんですよね。で、それで考えると、まあ、及川幸久さんっていうのもしょうもない人だなって思うんですけども、だから、まあ、及川さん、そのプロテスタントから幸福の科学に移ったっていうことは、つまり宗教から呪術に移ったんですね。プロテスタントも難しいですからね。だからそういう難しいものよりも大川隆法簡単ですからね。簡単で分かりやすいのが、まあ、幸福の科学の、良さであるわけですよ、ね。まあ、そういうふうに及川さん自身は転向したんだなというふうにして解釈ができるんですけども、でもそのやっぱりね、まあ、及川さんみたいな人っていっぱいいるんですよ。いっぱいいるっていうか、その、まあ、一応その及川隆法は幸福の科学の総裁ですけども、トップですけども、じゃあ及川幸久さんがその政治系 YouTuber で一人でやっていけるのかっていうと、多分ね、そうじゃないんですよね。及川幸久さんはその幸福の科学という後ろ盾がある、大川隆法という後ろ盾があってこそ能力を発揮できるタイプなんじゃないのかなと思うわけですよね。だから幸福の科学は幸福の科学で、その、まあ 100% 私は否定はしないんですね。政治的にはすごく面白い立場でトランプのことを応援したりとか、あと北朝鮮がミサイルを撃ってくるんだっていう警告をずいぶん前にしてましたけど、そういうプロモーションの動画とかもよくできてましたしね。政治的には面白いあの立場で、だからそうやってその、まあ、もちろんその今回はトランプを信用すべきだと、ね、バイデンは批判の対象だと、なんだったら黒幕はオバマだみたいな、ね、そういう話っていうのは、まあ、大川隆法総裁からそもそもが来てるわけですよね。来てるはずなんですよ。で、そういう後ろ盾があると及川さんも、それについて状況を分析して自分なりに分かりやすく話をまとめて、で情報も、ま、情報を大体集めること自体大変ですからね、まあ、英語の文献いろいろと、当たってネットの文献ですよね、多分ね。そう、あと及川さんの情報もあるでしょうしね。だからそういうものを駆使して、YouTube で情報発信できるっていうのは、その、まあ、大川隆法幸福の科学という後ろ盾があってできることなわけなんですよね。だからやっぱりね、人間ってね、すごく複雑だし、二面性、三面性ね、もっとこういろんな面があると思うんですよね。だから
その限りにおいて及川さんは YouTuber、 政治系 YouTuber としては、まあ絶大な信頼を得ているし、僕も信頼できると思うわけですよね。大体そのあんまりね、及川議士さんは幸福の科学だから信用できないっていうね、そういう声はあんまり聞こえてこないですよね。だから多くの、政治系 YouTuber いろんな方いて、みんなねこぞって及川さんは素晴らしいと信頼できるとおっしゃってますけども、やっぱりこのあれとこれをね分ける認識っていうのは、ある程度大人のね認識を持っている人はね、そういう判断をねするんじゃないのかなというふうに思うわけですね。というお話でありました。